多分小さいのしかいないので2号針かな、 3.6 メートルの竿に袖針2号の仕掛け、いないね、こうやって見るとね。さっきまでいたんだけどな。なんかなんだなんだって近づいてくるけど食べない。行くぞ行くぞ。やばい、これ行きは良くても帰り、よしよし上陸。お、よく見える。あー何にもいねえ。小魚、すっごい小魚以外何もいねえ。下に落として、超釣りづらいこれ。群がってきてはいる。食べている。いけそうこれ。これ棚子でいけそう。チェンジ。あ、そっか、ここ。ここ渡らなくっちゃいけないんだった。行った時にガラグラガラってなっちゃったら。まあ、結局どうやってこっちに来たかっていうと、まあ、この通りですね。足がピンク色になっちゃって冷たくって。この竿じゃなくてあそこで釣るんだったら超短い竿にしようかな。90センチでいいや。ニワトリも元気に鳴いております。あの岩の下で小魚祭りだよきっと。うん、わらわらいる。今日は90センチ。俺今年夏さ、川入ってないんよ。川入ってないのにさ、もうさ、すっげえ冷たくなってから入るっていう。ストロングスタイルよ。これがアウトドアよ。じゃあ。行きます。まあ普通さ、なんかさ、サンダルとかも履いてるもんな、こういう川に入る人たちもさ。それすら使わずに行くんだよ。これがワイルドよ。っていうかもうここでできるんちゃう。でもさすがに冷たすぎて無理。あ、沈む沈む。冷たあ、チャレンジ企画だよこれ。よしよし、来たぞ。滑るなよ。よし、はあ、到着。はあ、よし、じゃあ始めます。あ、でもここにもいる。うわ、寸前まで今来てくれたんだけどね。もうちょい深くしようか。一人だったら絶対こんなことやってないよ。釣れた。
釣れたぞ、ついに釣れたよ、ちっちゃいの釣れた、やった浮きを見ずに餌だけ見てて釣ったよ。今パクってしたなと思ってあげたら釣れたよ。もう行こう、これでやめよう。ありがとう、でも一匹釣れて嬉しかったよ僕は。よかった、釣れて釣ったよ、ちゃんと釣ったよ。もう仙人スタイルだよね。岩の上に裸足で腰掛けてやってるって、もう仙人スタイルよ。もうどんどんもう一苦労よ。ごめんねお魚ちゃん、ちょっと待っててね。ぬるぬるするし、足つぼマッサージだ。よし、はいはい、何が釣れたんでしょうか。はい、観察します。はい、なんか反応でさ、変なとこで釣ったやつと同じ感じ。綺麗。携帯でも撮ってみようか。オイカとかカワムツの授業かな。よし。よし、じゃあもうかわいそうとか逃がします。ほら、そこにみんなお友達いっぱいいるから帰っていきな。ほら、またねー、バイバイ。よし、行った行った。 OK、 大丈夫、みんなと合流した。じゃあ移動しますか。もう足洗わなくっちゃ。ねえやっぱりいいよここ。でもなんか草ちょっと減った、水草とかね。おー、いるいる魚。しゃあやるぜ。あ、ごめん、近かった。釣れたでかい声がそこに鎮座しておられるよ。一回ちょっと恋やってみようかな。恋かかったの？
よーし、どこだ。そういや、ちょっと浅すぎこれ。こんなもんだよね。かかってこい。向こうからヒューってやってきて食った？電池切れ。これあれ、カズ君バッテリーを。バッテリー買えるんだと。バッテリー買えるんだと。バッテリー買えるんだと。どうにか俺が持ってよ。じゃあカズ君、じゃあ、携帯。はい。待って。これ上がんないんじゃない？これも分かった分かった分かった、浅い方に行けばいいんだな。違う、こっち深い方。どうしようかな、どうしようかな。開けるか。ちょっと煙だ、ちょっと煙だ。できるかい？チャンスが来れば。もっと浅い方行こうか。浅い方行こう。開けるな、ライン。ラインも太いから大丈夫。何入るか。無理だな、この網。この網無理だな。お疲れ。来たで。いいね。いるね、いるね。最後は起き上げて。お。開けるな、開けるな、開けるな。